操縦席のヴィッテンシュタイン、オスカー・ヴィッテンシュタインは、ドイツの実業家、美術収集家であり、航空のパイオニアでもあった。画家、アドルフ・エルプス・レーの友人であったことから、ドイツにおける前衛絵画の画家グループ、ミュンヘン新芸術家協会のメンバーとして活動を支援した。帝政ドイツ領邦プロイセン王国ルール地方のバルメンの有力な実業家の家系に生まれた。父親は染色工場のオーナーで、母親は社会思想家のフリードリヒ・エンゲルスの姪であった。スイスのローザンヌの商業学校に学んだ後、ハイデルベルク大学で科学、哲学、美術史を学び、1903年に学位を得た。1904年にミュンヘンに移り、友人で遠い親戚で絵を学んでいたアドルフ・エルプスレーと同じアパートに同居し、音楽家のマックス・レーガーから音楽を学び、ゲーテの信奉者でミュンヘン大学で哲学や文学も受講した。1909年にエルプスレーガー、マリアンネ・フォン・ベレフキンとアレクセイ・フォン・ヤウレンスキーと共にミュンヘン新芸術家協会を創設したとき、21人の創立メンバーになり、副理事になった。新芸術家協会は1911年にワシリー・カンディンスキーが理事長を辞任した後、エルプスレーが後任の理事長になるが1912年には内紛でメンバーの脱退が相次ぎ活動を停止することになった。芸術に関する活動と並行して1909年にフランスの航空のパイオニア、アンリ・ファルマンとモーリス・ファルマンの下でパイロットとしての訓練を受けた。1911年3月18日にファルマン服用機でパイロット試験に合格し、4月29日にミュンヘンでドイツの航空士免許を受領した。ミュンヘン上空を飛行機で飛行した最初のパイロットとなり、航空輸送協会の設立にもスポンサーとして関与した。美術の世界での協力者でもあった。アドルフ・エルプスレーとミュンヘンにドイツ飛行機やラフチーフバをゲゼルシャフト BMBH などの設立に関わった。これらの会社で単葉機の開発を行い、初飛行もしたとされるが、経済的な理由で航空機製造の会社の存続は断念している。パイロットとして多くの飛行競技会にも参加した。第一次世界大戦が始まると、軍用の巨人機 R21-16の開発に関わり、予備役の将校として試験飛行に同乗し、エンジン故障で機体は墜落し、パイロットや機関士と共に死亡した。ありがとうございます。